こんにちは。こんにちは。今回もですね、はい、あの佐賀岡でやる大試飲大会のためのおつまみを作りたいと思います、はい、で俺作るのも本当めちゃくちゃ簡単なやつなんで、うん、サクッとちょっと、まずちくわですね、はい、ちくわを半分こうやって開けますね。切る、うん、切って開けます。なんかでね、俺動画で多分ね、なんかで見たんですけどね、うん、これをなんじゃい、こう敷いてその間に明太子を塗り込んで、それを天ぷらにしてる動画をなんかで見て、確かね、なんかやり方間違ってるかもしれないけど、その動画ではね、こういう明太子をね、そのまんまこうやってボスって入れて、めっちゃ美味しそうだったなって思い出してるけど、その動画は全く見つからなかったっていう。あれじゃない、あのレシピサイトの動画じゃない？分からん。全く覚えてなくて、探しても見つからなくて、うん、これに似たようなレシピがいっぱいなんかあったけど、いやこれじゃないって思って、とりあえずその記憶を頼りにちょっとやってみます。はい、でこれ明太子バージョンとチーズがこの辺落ちてたんで、はいはい、チーズバージョンも作ってみたいと思います。チーズが落ちてました。チーズで。あとね、なんか家でようやってたのがなんか、あのなんだっけ、しば漬け、うん、となんか大葉をなんかこれで巻いて、うん、なんか爪楊枝でシュッてやったやつとかをね、あ、はい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 、あ、揚げずにね、揚げずに、うんうん、うちのね親がねなんかよくやってで食べ過ぎて怒られてた。なんか普通にあの一本もんとかの方が多分本当はいいんでしょうけど、うん、ちょっとこれ切り落としじゃない、ね、うん、ちょっとこれギュッて出そう、意外に数が作れないな。よいしょよいしょ。だったかな、 TikTok やったかな、あかもしれない、ね、うん、どっかの居酒屋さんの TikTok かなんかで見たような気がせんでもない、うん、だいぶ前に見たやつで作りたいなって思ってたけど、全くその間記憶になかったっていうね。こんな感じかな。そうね、うん、天ぷらは天ぷら粉？もう普通に天ぷら粉でするだけなんで、ほんとめちゃくちゃ簡単な料理なのか、おつまみですね、うん、チーズちくわは普通に美味しいですもんね。それもベビーチーズを入れるなんかあれもありましたね、レシピも。今度家でやろうかなって。ベビーチーズってあの四角のが3個入ってるやつ、はい、それをなんか半分じゃいに切ってこの間中に詰め込んでみたいな、うん、あれもいろんなタイプがあるよね。そうですね、何だっけな、この間ブラックペッパー味とか、ああ、あるあるある、あれ好きやね、うん、あ、こんなのもあるんだと思って、まんまおつまみ、うん、とかスモークとかありますよね、あれ。あとチーズバージョン、チーズバージョンにも大葉入れたら美味しいかな、うん、大葉チーズ、なんか春巻きでもやったですね、うん、そんな感じのやつ、うんうん、誰大葉チーズ春、アスパラ春巻きやったかな、やった気がする。これチーズはみ出るかな。はみ出るぐらいが美味しいね、うん、これ欲張りなやつね、全能性。あ、あとポテサラ買ってきてもらえばよかったな。あ、ポテサラのなんかちくわのお弁当の開いやったっけ。あ、あるの、うん、なんだがあって、お弁当開いが発祥やったはず。よいしょ、とりあえずこれでやるかな、はい、ちょうどここにもボールが落ちてたんでこれを使おうかな。もうこの画面の右側は結構な大惨事になってる。実はね、どれでもよし。天ぷら粉はじゃあちょっと濃いめに作るかな。はい、なんかべちょってなってもあれかなと思う。見せられない。こっちは向かない。どれどれするか、ちょうどいいかな。こんなもんでしょ。たらそれをつけまして、あれ開くな、これちっちゃかったな。いろいろ誤ったな。
あ、これに青のりとか入れてもよかったな。あ、いいね。磯辺みたいにしてよかったかもしれないですね。よし、行ってこい。はい、よし。あ、うまそう、うん、これ本当このボールを間違えました。狭いね。狭い。フライパンは広いけど、よいしょ、とりあえず3本いけるかな。よいしょ、ほい。食べる頃にはちょっとしなくなる。あのスーパーのお惣菜みたいな感じですね。ちょっとさぬきうどんの、あー、天ぷらのでちくわ天ですよね。意外に高いんですよ、あれが。 あれで、ね、こいつか高いな。もう中に火が入らんでいいかな。なるほどね、うん、衣が火通れば、うん、あー、明太子マヨネーズにしてもよかったな。あー、いいね。ミスったな。かけたらいいんじゃない。確かに、マヨネーズをかければいいか。まあ、こんなもんかな。よし、あげとこう。これも間違えたな。サイズ感がおかしい。サイズ全部サイズ感を間違えてる。よいしょ。うまそう、はい、もうほんと簡単なおつまみでございます。じゃあちょっとこれをいっぱい、はい、ちょっと作ります。はいはいはい。というわけで完成しましたので、ちょっと食べてみようかな。はい、これ選ばれたのはこいつ。選ばれたのはと、これはその飲み会の方に全部使います。はい、はい、じゃあ切りまして、油がすごい染み込んでたかもしれない。カロリーはいいカロリーだね。いいカロリーですよ、これは。お弁当屋さんに出そうかな。のり弁あれ入ってるよね、ちくわ。はい、ほら、おしゃれ。あ、いいね。はい、なんだろうこれ、明太子大葉ちくわ揚げでございます。簡単おつまみですね、うん、はい、じゃあ食べます。はい、児玉さんもどうぞ。ありがとう。いただきやす。うん、おいしい。うん、うまい。これおつまみにほんとちょうどいい。うん、ビールとかね、うん、日本酒とか焼酎とかね、うん、テキーラとかね、ジンとかウォッカとかね。記念部やね、うん、でも本当今回日本酒飲むんですけど、日本酒にめっちゃ合いそうなちょっとおつまみができました。うん、うん、普通に食べちゃったけど、めちゃくちゃ味が濃くて、油も多いから、うん、多分お酒に合うと思います、うん、お酒に合うって紹介されてたから。ということで、今回このちくわの簡単おつまみ作ってみました。簡単にできるので皆さんぜひ作ってみてください。あと佐賀よかずの方でそのお酒飲む動画が上がるので、それも見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し。はい。